どうも、吉谷です。この動画はですね、お礼の動画です。この実はですね、以前その JCB の1万円、まあ、企画としてこの JCB の1万円をプレゼントしますっていう企画の方をさせていただきました。でそして今回見事当選された方にですね、これを郵送ですけれどもお送りすることにしました。はい、5000円です。こちらを郵送します。で、お手紙を書いて、あと名刺も入れて、この名刺を入れて、あと手紙書いてですね。はい、まあ他にもね、結構たくさんの方がこの企画に、お申し込みいただきました。ありがとうございます。で1人、選ばせていただいたんですけれども、この人がいたから今回、本が出せたと。まあ今回のこの JCB1 万円の企画は、その本の出版、本の出版の、ことに関する企画だったんですよ。本の出版、でその本の出版ができるのは、実は今からお送りする人がいたからと。はい、ありがとうございます。はい、まあその人の協力があったから、本が今回出せました。まあその人の協力がなかったら、本は出せなかったと思います。本当にありがとうございます。はい、いやー、荒木さん、まさか荒木さんが荒木さんがこの企画にね、賛同するとは思わなかったですよ。いや、びっくりしたいや、びっくりしましたよ。まあ今回その本を、その今回その企画として、まあ僕の YouTube のチャンネルに、まあ再生リストで、ですね、なんだっけな、タイトル、情報商材完全バイブルっていう再生リストがあるんですね。まあ、吉谷拓郎の YouTube チャンネル行ってもらって、まあ、YouTube で吉谷拓郎って検索してもらって、で、情報商材完全バイブルっていう再生リストがあります。でそれ見ていただくと、まあ、そのこの企画、の話をしてます。で、まあ、9本か8本ぐらいある動画あるんですけれども、その動画の中で、その応募するキーワードを入れてます。キーワード。で、だから1本ずつ動画を見て、そのキーワードを、書いて応募してくださいみたいな感じだったんですよ。で、まあ、一般のお客さん向けにその企画をやったんですけれども、今回その本を出すにあたって、まあ、僕も時間なかったので、その本のテーマですよね、本で、書きたいテーマっていうのをセミナーやりますと、ウェブセミナーやって、で僕がバーって喋るんで、それをちょっと書き起こしてくれませんかみたいなっていうことを荒木さんにお願いしたんですよ。で荒木さんは昔から僕のライブ放送をちょっと見てもらって、まあうちの塾生さんでもあるんですけど、荒木さんはそのなんだ、ライブをこう、まあ、今はすみません、見てない、今はね忙しくて見てないと思うんですけども、昔は僕のそのライブ放送をすごく見てくれて、でチャットとかもいろいろくれて、すごく仲良かったんですね。で荒木さんはしかもライティングがすごいんですよ。で毎回そのフォローアップ勉強会とかで、まあ荒木さんがこう来られる時があったら、吉谷さんとこのセールスレター書いたんですけどどうですかねとっていうことをこう、まあ言われて、で僕が添削して、これ荒木さんやばいっすねと、よくこんなセールスレター書けますねと。で荒木さんの書くセールスレターがこんな、いやいやいや、こんな、いやすごいんですよ、よくこんな書けますねみたいな。とりあえずライティングがすごいんですよ。で今そのライティングがすごいっていうことでちょっと噂になって、で今プロモーション会社を一緒にこうなんか JV かなんかでこう立ち上げたりとかして、まあ荒木さんはその自分が書いたステップメール、自分が書いたセールスレターで、この去年かな、1億5000万ぐらい作ってるんですよ。結構すごいんですね。その表には出てこないんですけど、裏方で、まあ、僕が昔やってたような感じで裏方でそうライティングをしてるっていう。
で、その荒木さんに僕がこの動画を作ったら、荒木さんお願いしますみたいな感じで動画作りましたっつって。で、荒木さんはそれを、これを見て、ブワーって、僕の動画を見て、ブワーって書くわけですよ。で、荒木さんからその今回の企画の、応募、メールが来たんですね。吉谷さんと、今回の JCB の企画、僕も乗りますと。おそらくですけど、僕がこの動画一番見てますと。一番見てるんで応募させてくださいみたいな。いや、そりゃ一番見てるだろうみたいな。日本で一番見てくれた人です。だ、僕の動画を何度も何度も見て、で、書き起こしてくれました。荒木さんの力がなかったら、今回のその本っていうのはリリースできなかったので、本当感謝です。で、しかも荒木さんがこの企画にね、乗っかってくるとは思わなかったんですけれども、これで1万円あればですね、本当に、まあのご飯は食べられると思いますので、美味しいご飯ちょっと食べてほしいかなと思います。1人で1万円だったら、いい飯食えますよね。これね、3人とかだったらあれですけど、1人で1万円分の飯を食うっつったら、結構いい飯食えると思います。ぜひちょっと、なんか自分へのご褒美で、なんか美味しいもの食べてください。いやー、荒木さんに何書こうかな。でも本当、荒木さんのおかげなんですよ。ありがたい。荒木さんとつながれたっていうのもありがたいですよね。塾生さんって600人ぐらいいるんですけれども、その中でも僕とつながってる塾生さんってそんなにいないんですよ、濃い関係で。そこまでね、そのやり取りして、ライブも毎回見て、ライブをここでチャットしてこうやり取りするみたいな人は600人ぐらいいますけど、そんなにいないんですよ。で、そのライブ放送がきっかけで、仲良くさせていただいて、で、フォローアップ勉強会でもこう直で、吉谷さんといつもライブ見てますみたいな感じで、これどうしたらいいですかねみたいな、最近こんなビジネスやろうと思ってるんですけど、これどうですかねと、ブログ作ったんですけどどうですかねみたいな感じで毎回やり取りしてたんですけど、いや、本当にね、ご縁というか、なんか最近思うんですけど、ありがたいですよね。もし荒木さんと僕つながってなかったら、今回の本ちょっと出せなかったと思います。てか、ライターさんに僕し、まあ、ランサーズとかで頼めばいますよ、多分。それはランサーズで頼めばいますけど、僕のマインドというか、僕のことを全部は分かんないですけど、理解してくれて、僕のライブ放送を見てくれて、うちの塾にも入ってくれて、僕のことをよく理解してくれてる人が書いてくれてるので、書き起こしなんですけれども、やっぱそういう人にお願いしたいじゃないですか。全く知らないライターさんに書き起こししてもらうよりかは、もう知ってる人に僕の考え方とか、僕のマインドとか、僕のノウハウとか、僕のこれを知ってる人に書いてもらうのは最高じゃないですか。本当良かった、今日。本当に良かったです。で、荒木さんも今いろんなプロモーションやられてて、すごく忙しいんですよ。で、その忙しい中書いていただいて、本当ありがたいですね。良かったです。で、荒木さんが書いてもらったやつを僕添削して、修正するとか修正して、付け加えるとか付け加えて、で、みんなで完成させたみたいな本なんですね、今回。本当よかった。ということで、ちょっとね、何書こうかな。ちょっと今から手紙書こうと思います。嬉しいことがあったとき
自分のことを誇れるように、そしてその時は誇らしく